帰りなさいませ。ご主人様、お嬢様、ピコピコ星から転送されてきました、秋葉カルチャーズゾーン店のみゆなです。今日は私のことをご主人様、お嬢様にもっと知ってもらえたら嬉しいです。とにかくお給仕大好き、ご主人様、お嬢様と過ごす時間が大好き、たくさん喋ってたくさん動きます。ご主人様、お嬢様のお顔とお名前を覚えることが得意です。お給仕がお休みの日はずっと横になっていて縦になれません。横になってできるものを、1つ目、アニメ。コメディでもミステリーでも面白いものは何でも大好き。一気に見て気づいたら朝になっていることも。2つ目、ゲーム。私は強い、私は最強という気持ちになります。やり込みすぎて気づいたら朝になっていることも。3つ目、読書。文字を読むだけでいろんなことが追体験できるなんて素敵ですよね。続きが気になって気づいたら朝になっていることも。あとドーナツが大好物です。やっぱりドーナツは最高に美味しいですね。メンタルめちゃくちゃ強いです。大切なご主人様、お嬢様の日常を守るためにいつでも超前向きです。でも実はご主人様、お嬢様と出会うまではそうじゃなくって、メイドの魔法にかかってすぐの頃は毎日一人で反省会でした。自分に自信がなくって全然うまくできない。でもそんな私のこともご主人様、お嬢様はいつも温かく見守ってくれました。この感謝の気持ちをこれからもお給仕でお返しさせてください。私、秋葉カルチャーズゾーン店みゆなはプレミアムメイドに就任します。萌え萌えキラリキュートなスマイルってアットホーム差し上げたい。キラリキュートなスマイルのピッカピカな心で萌え萌えキュー萌え萌えキュー、これからもあなたが萌え萌えキュー萌え萌えキュー、私たちのお嬢さんだ。ピコグリーンリモン担当のみゆなです。たくさんの萌えとピコピコパワーを皆様へお届けできるよう頑張ります。これからも誠実に全力でお伝えさせてください。